鉄源軍は朝鮮半島中部の寒温度にある軍である。軍事境界線を挟んで韓国と北朝鮮の双方に同盟の行政区域がある。寒温度の中西部に存在し、軽軌道に接する。寒温度では少ない平地である鉄源平野に位置する。この平野は周囲を高い山脈に囲まれた溶岩大地であり、平坦で水も豊富なことから、 国葬地帯として知られていた。朝鮮半島を横断する軍事境界線の中央部にあたる。人間による開発の手が及ぶことがなくなった軍事境界線付近は渡り鳥の飛来地としても有名である。北朝鮮国境に近く、韓国で最も寒さの厳しい地域であり、厳冬期にはマイナス20度を下回ることも少なくない。 白馬高知戦績記念碑台には高栗に属した領域で、鉄縁、またはもうおつ冬日と呼ばれた。統一白木時代に、慶徳王によって、鉄城に改称された。白木松の動乱期には旧栄が、鉄縁に首都を置いた。駒が建国されると、鉄原と改められ、ついで、東州と改められた。朝鮮王朝時代以来、鉄原には、都語府が置かれ、 付近の行政の中心となり、関温度に属した。植民地時代は軍内を軽減線が貫き、鉄源駅からは、混合山電気鉄道が分岐して、混合山観光の拠点となっていた。鉄源湯には、京城地方法院鉄源市長、鉄源中学、鉄源工場、金棒の工場があり、関温度北部地域の交通、行政、農商工業の中心であった。 日本が敗戦を迎えると38度線以北であった。この地にはソ連軍が入り、全域が北側の統治体制の下に置かれた。朝鮮戦争時、特に双方が急戦交渉に向けて有利な状況を確保しようとした。戦争末期において鉄、原、金貨平行を結ぶ地域は鉄の三角地帯と呼ばれ、寸土を争う激戦地となった。鉄、 原のかつての中心部は現在の韓国側の領域にあるが激戦によって廃墟と化した南北ともに旧中心部から離れた場所に鉄原の名を持つ町を再建している韓国側では鉄原駅跡に旧鉄原を描いた看板が建てられ王子が忍ばれている鉄原の労働党庁舎の廃墟1931年の 鉄原油昇格以降、以下の有名が置かれていた。ありがとうございます。